皆さんこんにちは、武田塾の武田です。武田塾西宮北口校の北野です。今回も関西から、北野先生が来てくれてます。はい、よろしくお願いします。お願いします。今回は北野先生来てくれたのはあれですよね、関西の国公立大学、うん、まだまだ知られてないぞということで、ちょっと関西の国公立大学プレゼンに来たっていうふうに聞いてるんですけど、合ってますか？はい、もちろんです。というわけで、関西の国公立特集ということで今回の企画をお送りしたいと思います。はい、まあ、関西ね、まあ、京大、阪大、神戸大、大阪公立、うん、まあ、この4つの序列って言ったらこうじゃないですか。そうですね。でそのさらに下どうなってるんだとか、知られざるこんな大学あるよとか、うん、その辺をちょっと今日聞いていきたいなと思うんですけど、はい、まず一発目紹介するのはどの大学ですか？そうですね、まず一発目兵庫県立大学からお話をしていきたいと思います。はい、はいはいはい。まあ、偏差値は50から55程度で、うんうん、まあ、公立大なんですけど結構分離のバランスがいいんですよね、この大学。はいはいはい。学部も揃ってるんですけども、なるほどなるほど。まあ、あえて言うなら理系がね、姫路の結構山奥っていうので、キャンパスがめっちゃいろいろバラバラですよね。そうなんですよ、3カ所とか4カ所ぐらいあったような、はい、ね、はい、そんな感じですね。はい、医学部ないのに看護学部がめっちゃ有名なんですよ。はい、これ助産師さんの育成がめっちゃ有名なんで、はい、そこは抑えときたいかなと。ピンポイントで狙うっていうのもありですよね。続いて紹介する大学は、はい、神戸市外大です。出た、これ結構人気ですよね。そうですね、はい、偏差値55から60でちょっと高めです。はいはい、で共通なんですけれども、うん、あの地歴公民数学理科基礎、まあ何でもいいんですけど、これ2科目でいいんですね。はい、英語と国語と社会みたいな感じでもいいってことです。なるほどなるほど。はい、まあ、私立文系とまでは言わないですけど、はい、数学とか理系科目の負担が減るみたいな。そうですね、そういう言い方もできる。場合によってはいらないってことですね。うんうん、あ、めっちゃいいです、ね。うん、これ結構いいですよね。はい、2次科目も2科目なんですけども、はい、英語が300で、まあ、国語が100っていう感じなんで、やっぱり英語が得意で数学苦手っていう方なんかはおすすめっていう感じですよね。続いては3つ目ですけれども、はい、奈良女子大学です。出ました。これ名門なんですよね。日本に国立の女子大って2つしかなくて、うん、お茶の水女子か奈良女子。偏差値は50か60ぐらいで幅はまああるんですけども、はいはい、特にちょっと推したいなと思っているのは文学部の偏差値かなり高いんですよね。あ、そうなんですね。文学部がまあ強いんですけれども、ど、うん、まあ、でも理系も結構、理学部は結構前から僕よくいい噂をね、おー、なるほどなるほど、聞いて手厚いっていう噂を聞いていて、まあ、理系は工学部3科目で受けれます。なるほどなるほど。はい、ただ理学部に関しては4科目必要なんで、はいはいはい、ここ要注意点ですね。やっぱり理科がどんだけ仕上がってるかっていうところによっても変わってくるかなと思うし、まあ、神戸とか大阪公立受けようと思ってたけど、あ、やっぱり奈良城いいなっていう感じで受ける方も多いイメージがなるほどですね。はい、まあ、結構本当名門というか進学校の子もたくさん受けるし、そうですね、うん、で僕ちょっと本当にこれ噂レベルの話でこんなところで話すの申し訳ないレベルの話があるんですけど、はい、なんか奈良女子大で聞いたことあるのは、はい、京大を辞めた教授が奈良女子大に来るみたいなルートがあるらしくて。へー、それ知らなかったですね。でだから入試問題も難易度めちゃめちゃ高いんですよね。あ、それは聞いたことあります。そういうことか。はい、そうなんです、そうなんです。でなんでこの入試の難易度高いんですけど、うん、得点率はそこまで求められてない大学ではあるので、うん、そこ要注意かなと思いますね。そうですね、むしろ共通テスト大事になってきますね。そうですね、間違いないです。はい、次京都府立大学。おー、出ました。はい、京都府立。はい、でこれも偏差値50から65っていう感じで、はいはいはい、かなり幅広い、ね。おー、幅広いですね。ですね。で昔はこれ3科目で、あー、そうだ、はい、はいはいはい、受けれたんですけど、それがなくなっちゃったんですよね。うん、でレベルが高いなと思うのはやっぱ文学部ですね。あ、京都府立の文学部結構昔から有名ですね。うん、これね、大阪大学の文学部とかを受けようと思ってた人が、うん、はい、科目が結構似てるんで、うん、なるほど、はい、あの数学いらないですね、これ、はい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 、英語と国語と社会でいけるので、なるほどなるほど、ちょっとマニアックな、もう文系ゴリゴリの子が結構狙ってやってくるイメージがありますね。なるほどですね、それいいですね。共通テストも数学いるんですけども、はいはいはい、全部の合計が1470の中で数学は100点だけなんで、うん、あ、めちゃめちゃ低い。そうです、だから数学はもう最小限最低限に抑えて、うん、やっぱり英語国語社会っていうところがしっかりハマってくると、これ同社のヘッジもできるんですね。なるほどなるほど、うん、はあ、同社を大志望にしつつ京都府立を受ける、止めみたいな、受けることもできるっていう、あ、なるほど、面白い国公立かなと思いますね。次、同じ京都で京都工芸繊維大学ですね。これは意外と難しいですよ。まあまあむずいですね、ここ。まあまあむずい、理系の名門です、はい、
ですね、うん、そうですね、例えば関西以外で知ってる人がすごい少ないイメージがあって、次第と間違われがちですね。そうですね、二次試験が英語数学物理とか英語数学科学という3科目でいけるんですよ、うん、なるほど、理科1個でいい、そう理科1個でいい、だから神戸とか阪大に若干届かないけど、うん、京都高専めっちゃいいからそこは押すみたいな、これ結構あるパターンですね。なるほど、理科2個はきついけどみたいな、二次試験理科1個だったらなんとかなるぞみたいな。そうですそうです、なるほどなるほど。1個注意点があって、はいはいはい、建築学部っていうのがあるんですけども、これね名門なんですけどデッサンがあるんですよね。おお、なるほど、実技の方も、はい、はい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 、そうなんです、これはちゃんと見とかないと、うんうん、あ京都高専いいな、建築行きたいな、うんうん、えデッサンあったのっていうことにだけはならないように注意してください。そのためにわざわざ画塾行く子とかもいますよね。あ、いますね、はい、うん、次行きますよ、和歌山、はい、和歌山大、はい、僕知ってますよ、観光学部があるところですね。あ、有名ですよね、はい、経済観光あと理工っていうところでね、はい、なってくるんですけれども、うん、大阪県内から通うハードルまあまあ低いんですよ、思ってるより なんか一歩でいけるんで、なんか和歌山って聞くと結構下のイメージにね関西人になるんですけれども、はい、意外と通えるよっていうのはちょっと言っときたかったのと、はい、経済学部ですよね、二次試験ちょっと総合問題っていうので、なんかいろんな複合問題で出せるんで、うん、ちょっと対策しにくいですね。なるほど、うん、難しいね、埼玉大とかに近いのかな、なんかイメージ。あ、うん、似てますね、なるほど、ちょっと似てますね。工学部なんですけども、はい、さっきの京都高専に続いてなんですけど、この英数のみで二次試験受けれるんですね。あ、めっちゃいいじゃないですか。え、理系なのに理科いらず、理科いらず二次試験は、はい、英語数学でバンと決めれるっていう感じなんで、神戸、京都高専、和歌山みたいな感じで、ハードルはちょっとずつ下がっていくっていう、まあ、でもちゃんと国立ですからね。そうですね、しっかりしたことを学べる大学なんで、うんうん、これは非常におすすめの大学になりますね。なるほどです。次は有名ですかね、滋賀大学ですね、はい、出ました、はい、経済学部、はい、名門、はい、でここは経済学部共通3科目で OK なんですね。これでかいっすよね、めちゃめちゃでかいっすね、まさにカンカンドイツをヘジかけさせてどっち行くみたいなのは毎年行われるような、はい、ちょっと犯罪的なやり方をちょっと提案するときもあるんですけど、はい、例えば子供が受験相談来るじゃないですか、はい、親がどうしても国立行けと言うと、はい、そしたらいやもう大志望滋賀大で行こうと。そうですね、あと北九州一律とかで出てくるんですけどねダメでカンカンドイツ受かったら、うん、それはそれで親御さんも許してくれるからみたいな、ちょっと親には聞かれたくない、僕言ってよかった僕はそういうスタンスで子供のため第一でやってますから、ごめんなさいね親御さん、申し訳ないです。なるほど、僕はそういうスタンスで受験してそうですね、はい、あと最近ねデータサイエンス学部というのができて、あ出ました、はい、はい、聞いたことあります。結構ね今その情報学部系熱いんで、うん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 、結構ブイブイ言わせてきてるみたいですね。なんかすごい教授がいるとか本当にもう権威ですよね、滋賀大の経済とかデータサイエンスってそっちの道の。そうですね、うん、あとはまあ就職実績いいですね、ここは。めちゃめちゃいいです、はい、で最後大阪教育大学、大京大、大京大です、はい、で大京大偏差値50か55なんですけれども、はいはいはい、ここも共通テストの配分めちゃめちゃ大きいんですね。うん、共通テスト勝負、うん、二次試験が本当に1科目か小論文面接みたいな感じになるんで、はい、結構バランスよく基本的なことをきっちりやって、はい、最後は1科目得意なのを作っとけば逃げれるかなと、まあ、将来自分が教える科目ってことですよね。そうですね、そんな感じになりますね。なるほどなるほど。でここ1個だけ最後言っときたいのが、はい、あのエスカレーターがめちゃめちゃ長いんですね、これ。あ、これ山の上大学ですね。そうですね、多分冬めっちゃ寒いと思います、ね、一旦これであの関西の、まあ、はい、国立有名なところ、うん、言ってきたのでぜひ参考にしてもらえたと思います、はい、なんかこう受験の戦略問われますね。そうですね、はい、もちろん大学一個一個にももちろん魅力はあるんですが、特にこう科目の話、教手との比率の話、はい、すごく参考になったと思います、うん、ぜひ受験生の方参考してください。今回は以上です、はい、ありがとうございました。武田塾の公式 LINE から受験相談がより気軽にできるようになりました。最寄りの校舎にチャットで質問もできます。武田塾の公式 LINE は概要欄のリンクから。